スタートしました。一番名称エニシア。あまりタイミングが合いませんでした。三番エイシンフェンサー、高ダッシュ。内から一番。 名称、エニシア上がっていきますがそれを制して6番プロスペリダードいった5番のミルドクレイモーそれから外を通って8番マイネル・デノンも先行策それから外外を通って10番のオルダージが続いて内回りの3コーナーです1番の名勝エニシアは今日は56番手からそして外を通って13番アネゴハダ7番のアビエルトが続いて800を切りましたその外外を通って16番クムシラコが進出あとは中段の外目15番、ハギノメーテルその内を通って2番のスコール・ユニバンスで3コーナーから4コーナーを目指します600を切りました34秒7での通過 その後方ですがインコース4番ブレスレスリー、外を通って9番名勝堂々後方グループあとは12番スーサン・アッシャーがいて内からは11番エグレムに14番テームイダテン最後方4コーナー一段で直線に向きました先頭6番プロスピリダードプロスピリダードが先頭外からマイネル・デノンが迫ってきた10番オルダージュ3頭をそいだあとは内を狙って3番のエイシン・フェンサー外から追い込んできたミルト・クレインも大外13番のアネゴハダさらには12番のスーサン・アッシャーの追い込み中から二番のスコールイニバンスあと スコール・ユニバースゴールイン2番手12番のスーサン・アッシャーあと3番手は広がりました